回の音魂は先月国分市で行われたウォークインフェス2021。ご紹介するのは地元国分のバンド。悲しいニュースとかばかりある中で、なんか少しでも元気の話題とかそういうのがあって、でみんなに元気を与えれたなと思ってやってたんで、でもお客さんが本当にみんななんか元気よくて、こっちが元気もらうぐらい頑張らないとなっていう気持ちになりました。決められたルールの中でみんな最大限の表現で見せてくれたので、もうすごくやってる方が逆に元気をもらったなって思います。最後もうめちゃくちゃドワーってなってましたけど、気持ちよかったんじゃないですか。そうです、通常通りです。通常通りです。はい。